乳の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤澄夫の天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週のこの時間は4月1日新年度入りました、はい、新入社員がお目見えして、うん、今年も伊藤製作所には将来有望な人たちが入ってきましたよっていう、そうですよね、話。そして最近の若い人たちの事情であったり、はい、離職率が高くなっている昨今、それを食い止めるためにこんなことをしてますよっていう、はい、そういった話をしてきました、ね。はい、福利厚生でいうとね、伊藤製作所はたまにこの番組の収録で使わせていただいている四日市市内の小金荘というところで、いろんな社員たちがくつろいで話をできるような空間を作ったりであったり、あとはフィリピンやインドネシアに拠点がありますので、そういったところに研修旅行ね、若い社員を送り込んで現地の社員たちと交流を深めながら、先日もこの番組の中でその報告をね、もう何でもそうです、新入社員の自己紹介から海外研修の報告まで全て東海ラジオで。だからその若い社員が会社に興味を持ってもらうために、離職しないように、うん、若い社員に気を使って毎年海外に連れて行きましたところは、古い社員から苦情出ましてね我々はいいんかとだからそれ今年の初めに聞きまして、いや来年、じゃあ今年の12月から、うん、あの順番に5年間に分けてね、はい、社員全員がね5等分で5年で 1回転するように、あの連れていくからということでね、うん、変わりましたから、次回からちょっと大掛かり の人数になりますね。そうですね、まあ、これまで行ってなかった人たちの分もありますし、うん、コロナ禍で行き来もできなかった分もあると、それぐらいかけていかない、だからね、10年20年前に新工事ができたのもまだ見てないっていうか、いう社員がやっぱり気の毒ですからね、やっぱり連れていかなくてダメですよね、うん、気の毒なだけじゃなくって、うん、やはり見て知っておくっていう、そうそうそう、知って知らないとね、ことが仕事に還元できるわけですもんね、うん、そう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 、特に外国に旅行をなかなかしなくなった、できなくなったっていう中で、外国の違う文化や人に触れて自分たちの国のことを知るってものすごく大事じゃないですか。いや、それがね、今回で去年の12月にクリスマスの頃に行った時に、フィリピンですね、本当に若い子がもう思ったよりはるかに有意だった、楽しかった、また行きたいとかってことでものすごく盛り上がりましたね。めちゃくちゃおとなしい人だったのにあんなに弾けたまま帰ってきて、そう行く前と帰った後ではキャラクターが変わってしまったっていうような、ね、そんな社員もいましたね、はい、その方は元気ですか、今も。まあ、バリバリやってます今でも言ってますよ、来年も私行けないかなと欲が出てくるんです ね、はい、でも会社にもたらすものって大きいですよね、うん、楽しみですよね、将来ね、伊藤澄夫の天下の一大事。一方で、うん、若い日本人がどんどん外国に進出していくっていうのは、うん、企業の世界もそうですけれども、うん、はい、スポーツの世界でも目覚ましいですよね。そのスポーツって言えば、源さん、僕からちょっと話を、はい、先週4月1日スタジオに僕来ましたね、はい、いや、議員さんがこの4月からプロ野球に何か関わるとかひょっとしたら実況するんじゃないかなとかって噂出てますけど、あれエイプリルフールですか。いえ、違います。あ、そう、事実。なんならね、はい、去年のちょっとその辺の話教えてください。夏の終わりからスポーツの現場で喋るようになりまして、はいはいはい、今年も、うん、はい、やってんの、ベンチリポートを中心に。あ、なるほど、実況ではないんですね、はい、まだ実況の話は僕の耳にも届いていませんが。あ、そうですか。ただやっぱり、うん、
一流のアスリートを目の前に見るっていうのはいい刺激になりますね。そうですか。あ、たくましいでしょうね。もういずれも自分より若い選手たちです。当然のことながら半分ぐらいですね。いや普通はねこういう経験ってアナウンサーでも20代から積み重ねていくんですけど、私50過ぎてからこういう仕事で、珍しいでしょ。いや珍しい、他に聞いたことがありません ね、 全く。でもねリスナーからすれば、はい、原石和輝さんっていうのは声は非常に聞き慣れてますから、はい、あの聞き慣れた有名なアナウンサーがプロ野球に行って皆さん喜ぶんじゃないでしょうか。リスナーは少なくともあいつ喋ってるなと思ってニヤニヤして聞いてくださったら僕はそれで でしょうね嬉しいですし、ね、と思います。頑張ってね。いやありがとうございます。逆にその違う道を30年近く歩んできたところから見るプロスポーツの世界っていうのは刺激がありますね。どうやって？自分の取材によって身近な存在でありながら、全然身近じゃない自分の能力をはるかに超えたところで極限のプレーをするわけですよ。なるほど。なんかね、頼もしい親心っていうんですかね、何かこう年代的にも2世代違うので我が子を見るような気持ちで。極限のプレーって今言われましたけど、はい、それをやるためのその訓練練習ってのはもっとすごいでしょうね。そうです ね。いやもう日々鍛錬です、ですね、だからもう今シーズンが始まってますけれども、はい、試合のあの華やかな舞台で活躍できる時もあればそうでない時もあるわけでしょ、でも活躍できると信じて、その時のためにずっと冬場もその前の秋も地道に準備を続けてきているっていうのを見ていると、そういった選手がその準備あるいは練習の成果を花開かせるっていうのを見た時に思い入れがひとしおになりますね。そういう彼ら選手の動きを直に見ることによって、やっぱり彼らを知るということが大事なんですね。そうですね、そういうのを知ることによって、野球以外のスポーツを含めても、例えば試合中継を見てるときに、そういうことを想像するんですよ。今華やかな試合ゲームに出ているけれども、ここに至るまでにはいろんなことがあったんだよね。想像。なるほど。僕は今までそういうことを知らずに見てきた、聞いてきたっていうものを自分が今度知る位置に立つことによって、あ、それを伝えなきゃいけないんだ。面白そうですね。めちゃくちゃ面白いです。大変ですけどね。いいね。でもいいところへ。伊藤文雄の天下の一大事。そういった中でね、大谷翔平選手の活躍を知ると、またやっぱり見方が変わってくる。あ、なるほど。彼のタンデムすごいですね。そうですね。結婚のこととかでもね、こう大きいニュースになるわけじゃないですか。ですね。そして10年で1000億円とかね。破格の、こんなに給料もらってあと何回生きるつもりだいって僕なんか素人は思うわけですけれども。1000億円ですけど、スポンサーが作るのもなんか経なんか1000億に近いような、月に80億とか。だから給料とは別にね。別にそこに。すごいですねこれは。だからね、20代でしょ、その人がね、まあやっぱり一流のアスリートなのでそれぐらいもらっても当然だとは思うんですけど、例えば年100億とか200億としてですよ、どういうふうにそれを使っていくんだろうっていう。使うことは彼も考えてないみたいですね。まあなんかね、いろんな意味で超越してるし、僕がそんなことを思うっていうこと自体が俗っぽいのかなって思う一方で、まだまだ記憶に新しいんですが、3月大リーグ開幕した頃にですね、その大谷選手の通訳が賭博でドジャースを解雇されるっていうニュースは、また大きく出ますからね、あの大谷君のことですから、世界中に広がりましたね。どうしてこういうふうになったかっていう経緯はさることながら、やはり多くの額を叩き出すという一流のアスリート、よくね聞く話で有名になったり、あるいは宝くじを当てたりっていうようなことがあると、急に自称親戚
という人が増えたりとか。いやそれは日本でもありますが、海外はもっとそれがすごいんですよ。あそうですか、はい、うん、日本の場合ですとね、あの親戚中で一人ぐらいがあのごませてくる方がいるでしょうけど、なかなか日本人はそういうことについては綺麗にやってると思いますけど、海外でももちろんいい人も多いんですけど、やっぱり海外ですもっと日本と違った、僕はね、あの日本人が東南アジアとかアメリカに住んで10年20年経ったとしますと、うん、向こうの習慣に慣れてきますので、はい、その図は本来日本人の我々の知る日本人とはちょっとまた別の人になってくる。国籍は日本人です、うん、顔は日本人ですけど、うん、やっぱり外国に東南アジアに20年も住みますと、やっぱり東南アジアの皆さんの考え方に馴染んでしまうんですね。ましてやそこでお金を稼いで生活しているとなると、うんうん、はいはい、そうですよ ね。だから海外で大谷君があの巨額の金を稼いだ、うん、で取り巻きいろんな周囲の人が、はい、うん、その金をなんとか僕にもらえないかなっていうことを考える人が多くなるんですよ、日本より。なるほど。だからそれはやっぱ気をつけないと、日本人だからこうだじゃなくて、海外に住んでる日本、もちろん海外に住んでいいところなんです、語学もうまくなるし、日本人と比べて積極的にバリバリ仕事をやるような活発なあの国民になるとか、あれ言うとこももちろんありますけど、やはり日本中のこの控えめなね、うん、人のお金には手を出しちゃいかんってな、そういう感覚は非常に少ないですから、まあ、言葉は悪いかもしれませんけれども、うん、おこぼれに預かれ、それは大きいんですよ、おこぼれに預かりたいのが。そのためには大きい声を出して、うん、言いたいことを言って、はい、要求するだけしてみろ、はい、というふうに吹き込む人もいるんではないかと。だから僕はね、自分の想像だけで物を言っちゃいけないんですけど、例えばの博打ので7億円損したという話ありましたね、はい、例えば博打で5000万損したら、5000万貸してる人は絶対に取れたで厳しいはずですよ、うん、それが7億まで黙ってたっていうことはどうも変な匂いがするな、まあ、これはもう別に当てずっぽな話なんですけど、まあ、そういうことからいくとやっぱりそういうことがあるんだという注意をね、してもらいたいなという、海外に出た人について、やはり海外と日本とは違うんだよということを、あの細かい話言えばね、日本でその横断歩道で手を挙げたらピッと車止まってくれます。もうすぐ止まってくれますね。100台のうちどうでしょう、98台は止まってくれますね、特に子供であれば。でそういうところで育った子供が海外に行くと危ないんですよ。例えば台湾に行って、フィリピンに行って、中国に行って、横断歩道で歩いてキュキュッと止まってくれる車は多分7割か8割は止まるでしょ。でも10台のうち1台か2台はピュッと下げて走ろうとしますね。日本はそれはそんな車ないです。だから事故に遭う確率とか、あるいはすでに遭う確率は日本人が非常に多いというのはね、やはり海外の事情をもっともっと知ってね、あの注意してもらわないといけないかなというふうに僕は思いますね。いろんな事例を交えてお伝えしましたが、うんうん、日本と外国での習慣の違い、はい、習慣違い、はい、また来週お話を伺います、はい、どうも。伊藤澄夫の天下の一大事、出演は株式会社伊藤製作所代表取締役会長伊藤澄夫さん、お相手は東海ラジオ原石和輝でした。